こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。今日は前回の動画に引き続き2024年 SS コレクションがどんどん入荷してきておりますので、その中から今日は2ブランドご紹介していきたいと思います。お願いします。2ブランドですね。2ブランドで、まずは、チカキサダご紹介していきたいと思います。はい、大人気ですもんね。大人気ブランド到着しました。まず私が着ているこちらのオールインワンですね。可愛いですね。早速可愛いですよね。ちょっとまあチカキサダらしいこういうチュールっぽさもありながら、すごいかっこいい感じのイメージもすごい出ているオールインワン。ちょっと珍しいタイプかもしれないですね、今までの、ね、コレクションからすると。こういうちょっとギュッとギャザーの入ったような、このウエストにこうマークがついているオールインワンになってます。この色がコンビネーションになってるのも素敵ですね。そうなんですよ。でカラーはですね、一応こちらグレーのタイプと、もう黒で切り替えてる、はい、タイプと2色で展開しております。結構長めで、はい、ゆったりめなんで、そんなにすごく細いっていうわけでもないし、着やすい感じになっておりますね。特にこの辺にしっかりデザイン入ってるんで、腰回りとかも結構気にされる方でも着やすいデザインになっております。ね、履きやすそうなシルエットですね。腰、うん、周りの感じとこのワイドのストーンってラインがめっちゃ綺麗ですね。結構ワイドめなんですけど、結構すっきりしたデザインで、なんかダボっとしてない感じなんで、ちょっとこうかっこよく着られるのと、まあ、最近結構ねオケージョンシーンに対応できるワンピースだったりとか探されてる方多いと思うんですけど、そういうのにもね着ていっていただけるとすごいかっこいい感じなんじゃないですかね。もうジャケットとかこういう、まあちょっと結婚式とかだとこれこういうのより、まあ、ウールっぽいジャケットの方がいいと思うんですけど、こんな感じでショート丈のジャケットとか合わせてもらってもすごいかっこいい、ね、かわいいいただける感じのデザインになっております。ジャンプスーツをこう下ろして履いてるみたいな、こう腰回りのゆったり感ですね。あ、そうやね。ここでキュッてしてる感じをちょっとこういうエレガントなデザインにしてありますね、うん、エレガントだけど程よくワッカマンってっていうような、うん、そういいアイテムですね、ここは、ね、でちゃんとインナーのキャミソールもついておりますので、そこも安心して着ていただける感じになっております。はい、じゃあ次着てきます。はい、ではお次はこちらのスカートですね。スカートがチカキサダで、はい、めっちゃかわいいです。こちらがお値段が53,900円、はい、はいでございます。でサイズ1を着用しております。この色可愛いですよね、ちかきさんの。めっちゃ可愛いよね。すごい薄いベージュで、すごいガーリーなカラーになっております。結構毎回こういうちかきさださんスカートは絶対出されるんですけども、はい、なんかそんなにこの腰回りにボーンってボリュームが出ないので、めちゃめちゃ着やすいんですよね。いい具合にしなやかに落ちますよね。でちょっとこういう今回は柔らかいチュールとハードなチュールが組み合わさってて、ここがこうデザインが入ってたりとか、すごい可愛いんですよ、アシンメトリーで。この下のそうここが張り感が、そうちょっと固めのチュールで、ここら辺は柔らかいふわふわっとしたピースになっております。めちゃめちゃ可愛くて、で、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じでっていうか、こんな感じで、はい、この感じもまあカジュアルに着てるんですけども、うん、なんかあんまりガーリーに着るのがちょっと苦手ですっていう人は、これ実ははい、ベンチコートは別々になっててくっついてるわけじゃないんですよ。こんな感じで。なるほど。そうだからこう外してね着れるんですよね。じゃあデニムの上とか、そうこうレイヤードができるようになっているので、でベチコートの長さもちょっとこう短くて気になるなっていう人がもしいらっしゃったら、お持ちのやつと変えたりしてもいいし、これはそういうデニムとか、まあ、黒いパンツとかそういうので合わせてもらっても、着ていただけて、こういろんなスタイリングができるっていう、なんかあえて他のスカート柄物のスカートの上に重ねるとかしても可愛いかもしれないし、結構いろいろできちゃうんですよね。なんかチュールのスカートって結構ガーリーになりすぎちゃうからって言って着たことないっていう人も多いと思うんですけど、そういうこういろんな使い方ができるんで、結構ねちょっと今年はぜひチャレンジしてほしいかなっていうアイテムでした。ち
ストリートな感じに1個アクセントで入れるのがなんか、うん、そうそう、こんな感じでね、良さそうですね。ね、ブランド感のあるこういうニットとかに合わせてもらうと、うん、そんなに甘くなりすぎないんで、すごくおすすめです。じゃあ次着ていきます。はい、ではお次はこちらのパンツですね。ちょっと今までにないアイテムじゃないですか、こちら。パンツですか、これ。パンツと言っていいのかわかんないですけれども、パンツカバー。チュールのパンツです。値段が3万1900円でございます。デニムはついてこないですね。デニムは別です、はい、そうなんですよ。なんでもうお好きなデニムや、まあ、ちょっとショートパンツに合わせたりとか、うん、うん、まあ、柄物を入れてみたりとか、いろいろできちゃうちょっとニューアイテムでございます。ニューすぎますね。斬新でめっちゃ可愛くない、これ。いや、可愛いですよね。組み合わせるだけでお持ちのデニムとかパンツが変身できますという、うん、このポケット見えてる感じとかも、あ、そう、ちょっとカジュアルでいいよね、ここ。ポケット入れるの怖いですけどね。そうなんだ、うん、まあ、ポケットにはあんまり入れないでくださいという。で、結構ワイドだし、ウエストもあえてね、ちょっと緩めで作ってるんで、こう重ねても結構大丈夫なラインになっておりますね、うん、こんな感じで、カラーがこの可愛いベージュとブラックの2色展開でございます。ブラックもまたちょっとこう印象が変わってね、カジュアルなアイテムの上に重ねるとちょっとかっこよくなったりとか、確かに、ね、ちょっと変化できる面白いアイテムになっております。これなんか春夏チャレンジしてみたい商品ですけどね、私的に。おしゃれさん必見ですね。いや、そうやね、もうレイヤード大好き人間からしたら、こういうアイテムはもうめちゃめちゃ嬉しいと思います。まあ、ちょっと長めのこうさ、トップスとかにもうこれ1枚で着るとかも可愛いかもしれないし、確かにね、いろいろできちゃうやつなんで楽しんでくださいっていう感じです。で、最後こちらのブルゾンも入荷してきておりますので、はい、ちょっとこれも可愛い。そんなん絶対可愛いじゃないですか。そうなんですよ、これこんな感じで、前回は中綿入りだったんですけど、春夏ということでこうちょっと薄手の、中には何も入っていない軽いアウターとして登場しております。めっちゃ使いやすそうですね。そうなんで、本当に可愛いね、このボリューム具合と、あとベースを結構メンズライクな感じのデザインにしてあるんですよね、だからジャケットが出すね。そうそうそう、なんでそんなにこうガーリーになりすぎない、いい感じのデザインになっております。あ、黒が入ると、うん、このチュールのワイドパンツもまたよく見えた気がします。そう。じゃあ上は黒がいいかもしれないですね。ちょチュールチュールですごい人になってるけど今は。アウターあるといいでしょうね。うん、こう軽快さを出すアイテムとしてね。確かに。こう、うん、あえてこうデニムのさ、ジャケットとかでデニムデニムで合わせても可愛いかも。うん。そんな感じ。そのブルゾンいいっすね。いや、これは本当に使えるよ。これは人気出そうですね。そうなんですよ。めっちゃ前回も可愛かったし、これは結構。春のアウターとしてすごくおすすめでございます。こんな感じで、近くさがめっちゃ可愛いのいっぱいです。今回もね、で、皆さんがお待ちかねのチュールのバッグとかの問い合わせもすごい多いんですけど、はい、それはおそらく来月の入荷じゃないかなと思いますので、また YouTube でね、発売日はお知らせさせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ続いてはトーガをご紹介していきたいと思います。お願いします。では続いてはトーガ着てきました。こんな感じです。うーん、らしいワンピースですね。そうやんね、トーガらしいワンピースで、このレイヤードになってるタイプも、この辺も結構よくね、もう定番っぽい形ですよね。これちょっとテロンとしたお素材とレイヤードになったワンピースで、総柄で片方だけポケット付きですね。うーん、と小物もね、たくさん入ってきております。今回からトーガアーカイブスからトーガ2というラインに、なっておりますね。ユニセックストーガのユニセックスラインというのが、トーガ2というラインになって登場しております。まあ、こういう小物だったりとか、まあ、デニムとかそういうこうちょっとインナーラインとか、ユニセックスで着れるラインを全部まとめてそういう感じにしておりますね。これはだからトーガ2のラインと、こっちはトーガプルラのラインのワンピースですね。
です、まあ、これも全然、まあ、日常に着れるワンピース等がすごい多いですし、ガシガシ着てもらえるし、あとお洗濯ができたりとかね、意外と使いやすいものが多かったりとか、まあオケーションにもアクセサリー次第で結構いけるものもすごい多かったりもしますね。結構卒業式、大学の卒業式とかでワンピースとか探されてる結構若めの20代ぐらいの女の子とかもすごい多いんで、そういう子たちにもね、トーガーのワンピースは人気でおすすめですね。結構華やかさがやっぱ出るのが多いんで、これもね、ベージュとブルーブラックの切り替えと2色展開となっております。この合わせすごいセンスですね。ね、面白いよね。これも可愛いし、はい、ちょっとこのお袖の形もね変わってて、二の腕が結構気になりにくいデザインになってますね。こんな感じです。はい、じゃあ次着ていきます。はい、では続いてはこちらのワンピース着てきました。こんな感じです。すごい柄ですね。そう、柄です。そうなんですよ、お花柄なのかな、多分、おそらく抽象的に描いたような、うん、そう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 、独特な、他では買えないような柄がトーガにもありますよね。ね、でもトーガのちょっとインナーラインっぽい感じの素材感になってますね。あれももうお洗濯できるやつで、春夏めちゃくちゃ愛用していただけるワンピースになってますね。この手の少しテロッとしてサラッとしてる生地って、うん、洗えないやつ多いっすもんね。そうなんですよ。そういうのってね、やっぱ着る回数すごい減っちゃうんですけど、これはもうシワになんないし、お洗濯できるし、もうガシガシ着ていただけるっていう、動きやすいし、この感じでデイリーなのがいいですよね。ね、でポケットもついてて、なんかこうちょっとね、レイヤードしているというか、2枚着てる風な感じのデザインなんですけど、後ろはつながっててワンピースになっております。そうなんです、ワンピースなんですけど、こういうトップスとスカート、ね、スカートを、うん、2つで着てるみたいな見え感になるっていう、なかなか独特なデザインになっております。で、肩もね、ちょっと少しだけこう張りがあるデザインで、中にね、薄い、めちゃめちゃ薄い肩パッドがついてるんですよ。なんですけど、全然これは取り外しもできます。ここがちょっと気になるなっていう人は取ってもらってもいいし、このちょっとね、ちょっとだけツンとした感じもすごい可愛いんで、この感じ可愛いです。これは2色展開ですね。グリーンもまたちょっとね、色違いというか柄がもう全然違うタイプになっております。そうです、もう少し柄がはっきりと分かるぐらいの、そう、グリーンに黒でちょっと大きめのお花っていう感じのデザインになっております。はい、こういう感じでなんでつながってますね。あ、そう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 、ここがね、薄部分とスカート部分みたいな、そう、だからこうやって出すこともできるし、なんかいろいろできるようになっている面白いデザインになっております。こんな感じでいいですか。後ろもこうちょっとセパレートっぽい感じになってます、ね、そして1個切り替えが入るんで立体感があって、そうそうそう、ベリーしないワンピースですね。ね、めちゃ可愛いです。これもなんかちょっと華やかになるんで、こう結構いい感じの大きめのアクセサリーとかつけてもらえれば、そういうパーティーシーンなんかでも活躍しそうなワンピースでございますね。はい、じゃあ次着ていきます。はい、はい、続いてはこちらのスカートですね。スカート、そう、スカートなんですよ、まあ、なんかエプロンみたいな感じで、ちょっとこういうね、でっかいバッグみたいなポケットがついております。特に取り外しはできないんですけれども、外せそうに見えます。そう、外せそうに見えるよね。そうなんです、もう完全にくっついてます。だからちょっとこうさ、ポケットのないワンピースだったりとか、ボトムスにちょっとこういろいろ入れれるアイテムなんで、めっちゃ便利かもしれない。これだけでお出かけの時とか結構リアルに使えそうです。そうそうそう、ね、もう財布と携帯とか余裕で入れそうやもん、これ。めっちゃでかめのポケットなんで。カバンとスカート一緒に買ったみたいな。そうそうそう。で、素材がこうちょっとさ、MA1 仕様で、裏もね、ちゃんとオレンジになってんのがすごい可愛いんですよ。こんな感じで。これいいかもですね。これね、ルックでは、ジャケットに合わせて、着てて、すごいそれも可愛かったし、ジャケットの上からこれを巻いてた。あ、そういうことですね、うん、あ、それでタックインするみたいな。そう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 、ほうほうほう、それもすごいね、可愛いレイヤードでした。いろいろね、だからこういうワンピースに着たりとか、もちろんなんか1枚で着てもまあ全然もう結構広がるけど、身長低い方、まあ、中にショートパンツとか履いてもらえればね、
全然いけそうな感じですね。これはちなみに黒とね、2色なんですよ。黒も可愛い。黒もいいですね。ね、そう、どっちも使えそう、めちゃくちゃ。なんか久田のさっきのに続いて、うん、プラスワンアイテム的な。そう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 、こうしてもいいかもね。ほら、かわいいよ。大丈夫ですか？大丈夫、おそらく。おそらく大丈夫です。大丈夫、こんな感じでも着れたりとか、ちょっといろいろ楽しめるアイテムで、これはね、実はもう東芽の直営の方ではほぼないそうなんで。なんか東芽っぽいっすもんね。そうそうそう、かわいいよね。いろいろ使えるこういうアイテムってね、すごい今までのお洋服をアップデートできて楽しいんで、すごいあるといいと思います。いくらするんですか？これは5万3000円です。絶妙。900円。でもこれがあればいろいろ使えると思うと結構お得かもしれないよ。スタイリングのしがいがあるというか、人気ということはそういうことなんでしょうね。そう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 、本当にバッグやと思って買ってもらうとかね。バッグにしては安いでしょっていう。これメンズの方にもおすすめですね。あ、確かに男の子がパンツの上に履いててもすごい可愛いと思う。後で履いてみます。ぜひ。じゃあラスト着ていきます。はい、ではラストこちらサロペットですね。サロペット着てきました。このベルトがね、もう唐辛しいデザインになっております。いいアクセントですね。ね、ザ・唐辛って感じの、うんうん、こういう革のデザインになっておりますね。いつもこうベルトで作ってるような感じのタイプになって、まあ、結構ね、なんだろう、ストレッチも効いてるし、めちゃめちゃ履きやすいパンツです、ね、うん、見た感じそう見えますよ。そうなんですよ。でセンターラインやし、こうちょっとこう綺麗めな感じに、素材的にはなんかニットっぽくて、ジャージーかな、ジャージーっぽい感じなんですけど、すごいセンターラインでちょっとこう綺麗めに見えるタイプになっております。ちょっとかっこよく着れる、サロペットですね。サイドがスリットで、うん、そう、サイドスリットです。でもこう重ねてあるんで、そんなに足は出ないような感じのスリットですね。こんな感じです。いいっすね、どうも。これもかっこいいよね。うん、唐辛もめちゃめちゃ、しかもなんか今回の新作は今すぐ結構使えるアイテムが多かったんで、なんかちょっともう秋冬のお洋服飽きてきた人たちも、はい、すぐにね取り入れていただけるような、まあ、こういうのだったりとか、スカートとかも全然今からね着てもらえるし、唐辛のね、この辺もこれもまあ全然着れるしね。はい、そうっすね。こういうのとかもね、ニットとかと合わせてもらっても可愛いしっていうので、結構今すぐ活躍する商品たちがたくさん入ってきましたので、ぜひオンラインと店頭をチェックお願いします。よろしくお願いします。オンラインでもね、もう載っておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。